私たちはそのことに抗議の意思を示すために昨日より3日間のリレーハントおよび若さからオバマの中島哲園さん、彼は3日間の完全断食ハンガーストライキをなさいます。私たちも同じ気持ちで支援をしてここに集まっていました。ぜひ関西の私たちも気持ちを同じくして高浜原発の再稼働を止めるために頑張っていきたいと思います。では先生さんよりられない限り、私は断食を続行する決意です。
3日間の断食と申しておりますけど、少なくとも私はこの道理のある要求だと思ってまして、この2の要求を国が同意し約束しない限り、私はせっかくの今回の断食を解きたいとは思ってないわけなんですね。そこのところもちょっとご理解いただければと思います。だから規制委員会、国やら地元の福井県の専門科学者の専門委員会もあるんですけど、県民たちがこのことを約束させるということを、3日以降は、明日以降は福井に帰ってそのことも要求してまいりたいと思ってますが、皆さんも国に対してそのことをきちんと要求してほしいと思うんですね。産の持続的な広がりを確信し期待しております。さらにこのことが私の3日間の断食の間だけということではなしに、本当は広く特定多数の関西の市民の間に広がっていってほしいという期待があります。2について、関西電力は私たち若狭の住民の度重なる耳を傾けませんでしたが、国の調査によって高浜の海岸から500メートルの内陸部を襲った天正の大津波の痕跡が発見されました。昨年、確定しました。高浜原発はその地点から7キロメートルなんです。また大砲の奈良時代のですね、大地震によって陥没した大島、東西 2.4 キロメートル、南北 6.4 キロメートルの大きな島ですよ。その山の頂上は海面上に残ったというのが舞鶴湾、宮津湾沖の冠島の由来です。その海面下に海岸上の人工遺跡がダイバーたちによって発見され、話題のスポットにもなっているのです。冠島から宮津湾内へ 13km、 海岸から 500m、 海抜 40m の真内神社に大砲の大津波をせき止めたという伝承を持つ古い波石地蔵が祀られています。こんな大きな島が沈んだんですから、当然津波が起こっているわけですね。高浜原発4基は冠島から方向がちょっと違いますけれども 12km、 真内神社よりも近いですよ。内浦湾の奥懐深く位置しています。関西電力は最大 6.7 メートルの津波に備えた8メートルの膨張で足りるとして、皆さんまだその膨張で完成してないんですよ。にもかかわらず再稼働に明日踏み込んでいくということなんです。地震学者をはじめ歴史学者や考古学者などの本格的な調査が望まれるゆえんです。なぜ私が国にこの調査を要請しているかということが、決して私の独断やなんかじゃない、我が社の住民の独断ではないということをご理解いただきたいですね。高浜原発をはじめ全ての原発の再稼働に私が反対する根本的な理由は、決して料金に意を述べたことに尽きるものではありません。その根本的な理由として私は4つ挙げておりますが、第1、冒頭で表明したように再稼働よりも福島原発震災の被災者たちの全面的な救済、福島事故の原因究明と後始末こそ最優先すべきだから、関連だってこれに協力しなければなりません。同じ電力会社の責任、連帯責任としてですね。第2に、1基の大型原発が1年間稼働するだけで福浜3・4号は87万キロワットなんです。広島型原発1000発分の死の灰を生成蓄積せざるを得ないからです。国内の原発群はすでに
同120万発分に達していて、再稼働はそれの増加につながり、後世代へ巨大な負担を残すことになります。また原発内の被爆労働者の累計は広島、長崎の原爆被爆者65万人に迫ろうとしています。平和利用の原発と言われてきましたが、新たな被爆者を昨年の3月末現在で61万人を超えています。今年の3月末現在よりさらに増えています。膨大な放射性物質が放出拡散すれば、いかなる惨禍に見舞われるかを福島から十二分に学ばなければなりません。この一時だけでも再稼働は許されないはずです。第3に、麻薬的な原発マネーにより国内植民地化された地域集中地元の過去と現在から目をそらし、もっともらしい個別の安全論議に終始しているからです。関西圏の火力発電所は12箇所37基が瀬戸内海側に連日しているにもかかわらず、関西電力の原発は若狭の3つの町に11基が集中し、超高圧電線で関西圏に送電されてきたのです。必要神話はともあり、安全神話は福島や若狭に1基目の原発が設置された時原理的に崩壊していたのであり、2011年3月11日に現実的に完全崩壊したのです。その福島後においても、30キロメートル圏内の住民に避難指示が出されるのは平常時の1万倍の放射線被ばくを強いられる状況になってからという大事故の発生も織り込み済みの再稼働。このように陸地周辺地元の機民政策は貫徹されているので、従来の枠組みは地元を立地自治体、今回の場合は高浜町と立地県の福井県の同意だけで原発を推進強行できたのですが、大津地裁の高浜原発差し止めの決定によって揺るがされました。隣県の住民が異議申し立てをして、その滋賀県の大津地裁がダメだと言って、現実に動いている高浜原発を止めることができたんですね。関西の皆さん、このことを本当に肝に銘じてほしいんです。ところが大阪高裁はこれをひっくり返して動かすことができるようになってしまったんですね。その口実は相変わらず高浜町と福井知事がどう言ったからということを西市の御旗にして動かそうとしているわけです。関西の皆さん、これを許せますか？そのことを考えていただきたいわけです。第4に、ですから若狭の原発電力の消費地元の市民と自治体が今こそ広範に声を上げ、関西電力にブレーキをかけていただかないと、もろともに被害地元の決めを見ることになるのではないでしょう。琵琶湖は皆さん30キロ圏内にありますよ。ここが汚染されたら1400万の関西の皆さんはお手上げになるんですよ。飲料水ギブアップしなければなりません。そのこともぜひ明記してください。第4に、我が地震列島が動乱しぶきに突入しているからです。福井地裁の樋口判決の警告通り、万が一の事故自体は遠い未来の過程ではなく、チェルノブイリや福島で起こった既定の事実であり、近未来にも起こり得ることであり、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然であると重説されていることを想起しましょう。皆さん、福井地裁の樋口判決の万が一という言葉をどうぞ正確に理解してください。万が一というのはここでこう言っているような意味で、福島と
LMV の事故の実態を非常によく勉強されています。その上でこれを言っておられるのです。15機もの全部化を余儀なくされ憂慮し苦闘してきた福井県下の17の市や町の住民の皆さん、私は一人でここに来てますが、過去70年代80年代労働組合の多数の皆さんはこの17の市の町の労働者でもあったわけです。その人たちもいます。私は地元の小浜で原発停止反対小浜市民の会の一員として、有権者3万4000人中1万3000人の署名を市民の団結した力で、その当時原子力運動反原発運動は都市部全国では分裂していましたけれども、そういう人たちも含めて無党派の市民も含めて団結して過半数の署名を取ったことによって、市長の十字派の市長の決意を断念させました。そういう裁判闘争に頼らずに小浜では食い止めてきたんですね、小浜原発4基を、そういう戦いもあります。福井県下ではたくさんのそういう苦闘がの歴史があるわけです。15基受け入れた背景にはそれにことごとく反対をしてきました。それが金の力と権力の力で、あるいは時には暴力も伴った過程の中で15基が集中されてきたということを関西の皆さんはご存知でしょうか。そういうことを福井県下の17の市町の住民の皆さんということで、私は今そのことを思い浮かべているわけです。これまでその電力を享受されてきた、あるいは若さに連帯支援を重ねてくださった関西の市民の皆さん、第二の福島を繰り返させないために再稼働反対の声をそれぞれの区や県の知事に届け、関西電力にブレーキをかけるよう求めてまいりましょう。皆さん、福島の事故の後、その大阪でも数千人、1万人を超える集会やデモがあったわけです。そしてその世論の影響を受けた関西の各府県の知事がですね、関西統一連合を作って、自分たちも被害地元になるから、大分日本語の再稼働は止めてくれということまで言ってないじゃないですか。それがこの間のようなお粗末な大阪高裁のあんな低レベルの判決が決定が出るということはね、単に大阪高裁の裁判官の質が低下したということだけでなしに、法廷の外の関西の市民の皆さんの運動がね、やっぱり少し風化衰えてきていることが反映する面もあると思うんですよ。そういう意味で私は来ても立ってもいられなくて、関西の皆さんに若さの原発の電気をもっぱら享受されてきた大阪市民をはじめ関西の皆さんにどうしてもこのことを訴えたくてここに参っております。最後に積年の若さの一部視聴者としての思いも含めて訴えます。後から来る者のために山を川を海をきれいにしておく。まだ若さの海や山や川はまだ美しく残っています。高浜や大井の原発再稼働によって大事故を起こして、それを福島のように汚染されたくないんです。後から来る者のために皆それぞれの力を傾けるのです。後から続いてくる可愛い者たちのために、未来を受け継ぐ者たちのために、皆それぞれ自分でできる何かをしていくのです。高村新民さんという優れた詩人でした。90何歳かで亡くなっていますが、だいぶ前、もうこれは2、30年前に書かれた詩なんですけど、私は旅が機会あるごとにこの詩を紹介してまいりました。自分の思いを重ねてね、今年5月に私も送
ばれず遅ればせながら初孫を授かりました。じじばかじじばかとしても、その初孫とすべての子供たち、せめてもの大稼働を止める、せめてもの贈り物をしたいのです。皆さんありがとうございました。よろしくお願いします。2日目となる、高浜原発再稼働に反対し抗議する、ハンガーストライク2日目となっています。中島哲也です。私冒頭に福島の被災者たちに心を寄せてと申しました。地元の小浜市民の会が出しているハトコッポという通信の中でも、毎後必ず福島からの肉声を伝えるように努力しているんですね。で先ほどからなんか金沢での防災の原理と原告として私してるんですけども、その中でも必ず福島の声を法廷で訴えています。ちなみに、これは福井地裁での原告の意見陳述として紹介した皆さんもご存知の武藤瑠衣子さんがですね、世界という雑誌の中で人の罪を問うこと、彼女は1万人の福島原発触発、福島原発事故の国葬団団長も務められています。その言葉です。人の罪を問うことは自分の責任を問われることを意味します。政治責任ではありませんが、私たち一人一人にも責任があります。原発由来の大量の電力消費を前提にした生活を経じていたこと、すぐそこに原発があるのにその危険性に思いを馳せずに生活してきたこと、今回の国葬を通じ自分自身の責任も問うていく中で、これまでと違う価値観を育てていくことができるのではないかと思っています。皆さん、これが福島の実際に原発の被害を被った人の言葉なんですよ。私は関西の皆さんにここに来て、私は3日間だに、まあちょっと伸びるかもしれませんがやるつもりですが、せめて一食の豚付きをしてみてもらえませんかって呼びかけています。これは武藤さんのおっしゃるように、
原発を福島の事故が起こるまで原発の電力を無意識に受け入れてきてた。その時の私たちの生活の価値観、幸福感がどういうものであったのか、原発のから脱却していく私たちが目指すべき私たちの生活や社会の展望というのはどういうものなのか、そういうことをやっぱり反省しながら、ちょっとひもじい思いをしていただきながら、そういうことも考えていただきたいということを願っての提案なんですね。そのこともご理解いただきたいと思います。よろしく。さっきは武藤瑠衣子さんのお話を紹介しましたが、もう一つ今大津市に避難されている青田恵子さんという南相馬市から、小高町がふるさとのように南相馬市から住まれている、その青田恵子さんが背景東京電力様という詩を書いておられる。これも福井地裁の法廷で私は裁判長、裁判官にも伝えるために大声で呼びつけました。その時は半分ぐらいしか紹介してないんですけど、全文を今日は皆さんに紹介しましょう。あるいはご存知の方もあると思うんですが、ご本人が女性の優しい声で朗読されるとね、もう本当に魂にまで染み込んでくるんですけど、私はちょっとその調子をお伝えすることはできませんが、読んでみます。背景関西電力様でもいいと思うんです。エアコン止めで耳の穴かっぽじってよく聞け、福島にはマデイという言葉があるんだ。マデイっつうのは丁寧で大事にする、大切にするっちゅう意味があるんだ。そりゃあメイラドコ遠くの暮らしは厳しかった。米もあんまし取れ苦ったし、べこを飼いお蚕様を飼い、自然の恵みでまでいにまでいに今まで暮らしてきた。原発は一度に何もかもを奪っちまった。原発さえなかったらと、カベサチョークで遺書を残して、ベコカイは首をつって死んだ。一時帰宅者は水仙の花咲く自宅の庭で、自分さ火つけて死んだ。放射能で一人も死んでないだと、この
の嘘こき野郎を人殺し、原発は田んぼも畑も海も全部かっぱらったんだ。この盗っ人泥棒、原発を止めれば電気料金を2倍にするだと、この欲高りの欲深ども、ヒトラーは毒ガスで人を殺した、原発は放射能で人を殺す、アメリカのやっていることはヒトラーと何も変わんねえ、ヒトラーは自殺した、おめえらは誰一人責任取って詫びて死んだ者はいない。んだっちょもな、おめえらのような人間につける薬が一つだけあるんだ。福島には人が住まんにゃくなった家がなんぼでもちゃんとある、そこをタダで貸してやっからよ、おっかあとこと孫連れて住んでいったらよかっぺ。放射能をたっぷり浴びた牛はそこら中うろうろいるし、セジウムで太った魚は腹きつくなるほど大変をたいる。人の命には家の前にはですね、梨もリンゴも柿も取り放題だ。ゴンのさらえばゴミをさらえば飯も炊けるし風呂も沸く。マスクなんとふさわしくて悲しくて、するもんでね、こうして一年もしたら少しは薬が効いてくるかもしんねえな。押したら福島の子供らと同じく同じがうごぶっと出て、おどさぐりぐりって効くかもしんねえな。俺言った通りだべよ、おめえらの言った安全で安心なところだ。さあ急げ、地獄窓辺で福島さ引っ越しだ。これがおめえらさたった一つの薬かもしんねえな。え？福島の人たちは、これは2012、3年頃作られた詩なんですけどね、その後さまざまな深刻な問題が進んでいます。福井地裁と金沢の高裁の違憲陳述をしていただいた木田哲子さん、この方は富岡町という原発現地で、マイホームを建ててバスガイドされてました。だから事故が起こるまでは全然原発のことなんかまともに考えておられなかったんですね。この方に意見陳述していただいたわけですが、私は衝撃を受けました。木田哲子さんの娘さんがですね、2013年に妊娠されて、初めての子供さんを妊娠されました。そして自分にとっては、それこそ木田さんにとってはウィーマゴだったんですね。で、お母さん、喜ばしてあげるよ、もうすぐ孫が生まれるよ、孫を身ごもったよっていうことで木田さん大喜びされたんですね。ところが、3ヶ月も経たないうちに、お医者さんの、アドバイスによって、ね、中絶を余儀なくされたんですよ。初めての子供、ウィーマゴをそういう目に遭いました。で、その娘さんの身の回りの同じ世代の若いママたちですね、がやはり妊娠をされたそうですけど、自分がその娘さんが確認した範囲で8人がね、中絶されてるんですよ。全部10週間以内に全部中絶されてる。よく聞きますと、なぜ10週以内かというと、死産、流産などの数にカウントされないんだと、10週未満で中絶するとね。ところが、一人の、若い母親は、その忠告に同意できなくて、6ヶ月まで
我慢されたそうですが、やはり6ヶ月後に中絶されました。その中絶した胎児の片腕片足がなかったそうです。そして残ってた足の指が3本だったそうです。そういうことを木田さんは、これは法廷の陳述では言われませんでしたが、ある雑誌のインタビューに明白にそのことをおっしゃっています。で、木田さんはそういうことを、大変な放射線被爆っていうのは大変なことになるよということをですね、そういう形で具体的な事例で訴えられたものですから、あろうことか福島県内の皆さんから、あるいは反対運動してる人にまでバッシングを受けたそうですよ。そんなことは言わないでくれと、福島のイメージダウンになること華々しいからということでですね、皆さんそういう事態を済んでるんですよ。チェルノブイリの事故の時に、事故以後、そういう生まれるべくして生まれなかった子どもたちは、旧ソ連、ヨーロッパ圏を含めて100万人だと言われてるんです。原発の犠牲者の話がよく出ますけど、私は生まれてこなかった、後から生むもの自体の命が奪われてしまった、断たれてしまった。これは何よりの原発の犠牲者じゃないですか。旧ソ連のチェルノブイリでたった30何人の消防士が犠牲になったっていうことが冷々しく、これはそうです。本当に現場に立ち会った消防士ですからね、気の毒な犠牲者だったわけですけど、そういうことだけがクローズアップされていて、こういうことはなかなか報道されてないんですよ。そのことも私は問題だと思っています。それから、ごめんなさい、今ちょっと手元にデータが資料持ってきてるんですけど、アヒンサーというグループがあります。アヒンサーっていうのはインドのヒンズ語の言葉ですね。それで報告してくれてる、インターネットのブログから報告されているんでは、いとこたちが軒並み5名が全部死んでいったと。しかもそれは50代で、50代を超えない世代の人間が死んでいったと。あるいは若い夫婦が子供たちを残して次々に癌で倒れていったと。で、じいさんばあさんはその孫たちの世話 に力を注がなければいけないと。そういう事例がたくさん皆さん報道されてるんですよ。この大阪に東京から移ってこられた方の話も聞きましたけどね、若い友人たちがバタバタ倒れていって、私はカタカナで福島と表現してますが、福島県だけじゃなくて関東、首都圏も相当ホットスポットができてるんですよ。そういう中で東京でも若い人たちが倒れていってるということを聞かせてもらいました。報道してる皆さんもぜひそうしたことをきちっとフォローしていただければと思います。よろしくお願いします。先ほどからどちらかのテレビ局の方が来てるんですけど、先ほど今の中島哲也さんのお話って、これどうでしょう、放映されるかなでしょうか。あ、 MBS、 MBS、MBS、あ、はい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 、えらいです。
ていたりです。県内では増設問題、14期15期目の大井原発、小川市民の目と鼻の先にある、それが増設されようとしましたね。そのことと関連して過去 4度、2回は1週間、2回は4日間、それぞれ。で今回高山原発がね、もう一度人を控えたんですけど、反対の皆さんも反対してくださって、若狭高山原発東電の支援の方法を本当に頭が下がるほど熱心にしてくださったんですよ。くださってるし、明日の起動日には高山原発をね結集してくださるよ。でも私はそれもありがたいんだけれども、本当は高山原発、若狭の原発の本当の地元は関西にあると思ってるんですよ。本丸はこの関西地区にあると思ってるから、ここへとにかく駆けつけまして、関西の皆さんが若狭をもうこれ以上、若狭の地域や住民を犠牲にしてまで、こんな原発の電力は作らなくてもいいよという、再稼働はもうこれでやめよう、福島のあんな悲惨な事態を経験した、見聞した以上ね、やめようということを関西の市民の皆さんに言っていただきたくて、そのことを呼びかけるためにも来ました。もちろん関西電力にも大きな意味があります。関西電力さんにも対しても、再稼働のために数千億円安全対策が必要ですからね、新規に費やす、向こうはそれを見通してそれだけのコストを取っておられるんですね。それを膨大なコストを、それから大井1人号、高山1人号、南山3号の高級原発に、それを上回る数千万円、おそらく1兆円を超えるコストを関西電力は再稼働するために取り上げているんですね。ごめんなさい。で、発火してもらったら結構、関連はしていくつもりなんですけどね。はい。はい。でも用意は事前の食料、食べるものを減らしていくのがいい。それから3日後、断食を終えた後が大事なんですね。平常食に戻すために本当に慎重なことが必要なんで、とりあえずは3日の断食を今日は明日、昨日から今日は明日。だけです。私の場合、塩を取る人もいますけどね。
数の市民の皆さんの声が上がらない限りね、なかなか関西電力の今の傲慢な態度を改めさせる人はいないじゃないですか。あ、1度目の断食をやった時は35歳だった。若い時はやっぱりあの食べ物のちょっと立つっていうのは苦しかったですね。あの苦しかったし、空腹感もすごく覚えましたけど、もう75歳後期高齢者に入りましたので、あの皆さんが考えられるほど空腹感だとか、まあ、そういう苦しみっていうのはあまりない。むしろ私はこうして断食をして静かにあの落ち着いていられる。夜はあの自己をさせてもらってね、心身は非常に安穏なんです。むしろあのそういうことを言います。はい、今日と明日さて、ご質問にうまく答えられるかどうかわかりませんが、まあ、社長にしろ、現社長にしろ、関連の経営幹部の責任というのは、これはもう根本的にありますから、まあ、そういう一生だよという行為は肯定できませんけれども、今の関連の経営陣に対する怒りの気持ちっていうのは私も共有できますね。で、ただ市民の皆さんにも考えてくださいね。若さに原発が関連の原発ができてきたのはもう40年過ぎるわけです。その間けしからんから原発はやめろという声をね、それこそ町議地元の大阪市民の皆さんが上げられたかというと、一部の人は頑張って上げておられます。圧倒的多数の関西の市民の皆さんは関連の若さの原発が建てられたり優先されることに異議申し立てはなかったんです。ところが福島の事故があってね、初めてちょっと考え直さなくちゃというふうな雰囲気が出てきたんです。それが6年経つ時にちょっとまた成果してきてますね。あのそういう関西の市民の皆さんの一人一人がさっきの武藤さんの言葉じゃないですけど、そのことも反省していただきたい。その反省の上に立って関西電力に抗議し、それからさっきのように再稼働のために高額のお金を費やすんじゃなくて、それを脱原発のためにね、転換していく。そのことをどうしても求めて。はい、住職はどちらの職業？あ、オバマ、若さのオバマ氏の山です。まあ、国宝の谷宮の塔や本堂もありますね。若さの観光のメインフードは今から。はい、私は、まあ、あの今3日間の外出に入っているしますが、あの大阪市民の皆さんが
しながらね、この再稼働を許していいのかどうかって、自分たちの愛する子供たちや孫たちのためにね、再稼働を許していくのかということを考えていただいて、関西電力もしくは大阪の府知事さんにですね、その自分の意思を一色断食しましたよって考えて、再稼働良くないと思いますから、ぜひそのことを知事さんは関連に伝えてほしいとかですね、関西電力のファックスでも電話でも1枚のハガキでもいいですよ。たくさんの不特定多数の市民の皆さんがそういう声を上げていただくということをね、目がけて、そのためにも来ました。実際に集まっている方々に断食されてるんですか？一緒に一食断食、もしくは二食、三食目ですね、一日断食をね、一緒にしてもらった方もある。こちらの池島さんは4度目の断食を県庁、福井県庁のロビーで私やった時に一緒に2日ほどやっていただきました。そういう声。具体的に何を断食したんですか？今回もちろん、福井県庁の話に、参加者が参加者に参加者に参加者に参加者貴重なご取材を結果にしてください。これは簡略な結果です。でこれははい、というわけで、報道の方に対するによるインタビュー、中島節さんに対するインタビューが行われていました。テレビの方、局の方は、本日は大阪 MBS っていう、大阪で4チャンネルです。ちなみにあそこに、近所に6チャンネルで、大阪 ABC っていうテレビが、そっちの方は来てないですね。10チャンネルっていうか、読売テレビも来てない、8チャンネルも来てないです。4チャンネルが来たんですね。どうも、ちょっと。というわけで本日の、インタビューはまだ続いておられますね。
されてました。これは放映とかいつされる、あ、なんか出てきた。放映とかいつぐらいされるのかね。今日の 夕方のニュースかな。機材とかの様子から見ると、多分もしかしたらあの数日後かもしれないです。いやでも今日は経ってるか、今日ぐらいかな、今日か。カメラマンの人と、音声の人と、レポーターの人3人で来てあるんですね。このように、本店前での、元日2日目ということで、座り込みにされておられます。昨日も宿泊されているところで水しか飲んでないということですね。
この再稼働っていうのがいかに非人間的であるかという、命より金に走っているか、これはやっぱり人間として許されることではない。おかしいことはおかしい。子供や孫たちにもしっかりと、あのおばあちゃんは、あのおじいちゃんは言うてることはまともやったなと思われて、仏壇で陳意してもらいたいなと思っているので、すいません、今日は仕事があるのでこれで失礼いたしますけれども、ぜひあの Facebook で伝達がございます。哲也様に水は必ず飲んでくださいって伝えてくださいって連絡がありましたので、よろしくお願いします。伝えましたって言うときます。では、すいません、皆様お先に失礼します。昨日は10時から4時まで、発信したんですが、今日はちょっとちょっと夕方から今度は夕方からちょっと夕方からの、大成建設、の関西支社に対する抗議行動、辺野古新基地建設に加担する大成建設関西支社に対する抗議行動が、行われているので、一旦ですね、ちょっと配信の方は間もなく、ちょっと、終了してですね、次の配信を行うということで、ちょっと、ずっと間もなくちょっと配信の方はあります。そしてまたそういう学校や保育園などと言っておりません。まあ、本番じゃないかなと思っているんですけど、でもやったところ